こんばんは。今日は8月27日月曜日です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。トライタ首相はバンコクとその周辺地域の交通渋滞問題に取り組む必要があると訴えています。政治活動禁止令の全面解除は来年になる見込みです。スペシャルコーヒーがテイスティングされるイベントが開催されました。今日のスペシャルレポートはタイの東部経済回路へ投資する中国人投資家についてお知らせします。それではまず初めのニュースです。プライト首相はバンコクとその周辺地域の交通渋滞問題に取り組む必要があると訴えています。バンコク都では経済が拡大し、交通渋滞が深刻化しています。このため、バンコク都では渋滞問題解決を政府に依頼しています。ペイト首相は、バンコク都の交通問題を直接視察し、交通ネットワークの連結の重要性を認識したと語りました。首相は今、バンコク首都圏の渋滞が悪化しているのは、より完全な大量輸送システムを構築するため、多くの輸送インフラプロジェクトが進行中であるためとしています。現在、バンコクの道路は総延長約4300キロとなっています。主要道路はこのうちわずか 25% にしか過ぎません。チャオプラヤー川を渡る人が増えているものの、既存の橋を使用するしかなく、チャオプラヤー川の交通量に対応できていません。プライト首相は、新しい橋を建設することは大変難しく、一般の人々の承認が必要となるためとしています。2021年までにバンコクのチャオプラヤー川を渡る人は毎日48万人まで増えると見られています。さらに10年間でこの数は84万人まで増加する見通しです。首相は、近代交通技術の導入に関し、より多くの研究を行い、交通問題に対処するための短期、中期及び長期計画を策定するよう関連機関に要請しました。一方、陸運局が無免許運転の罰金を大幅増額する案を見直しする方針です。運輸省陸運局は先に、運転免許証関連犯罪の刑罰を大幅に重くする案を明らかにしましたが、これには各方面から批判が出ていることから、陸運局の加茂副局長は24日に記者会見を行い、この案を見直す方針を明らかにしました。この案では、無免許運転の罰金を最高5万バーツすることになっています。記者会見には複数の交通安全の専門家が同席していましたが、いずれも運輸省の案を支持する考えを表明しました。専門家によりますと、この案の方向性は間違っておらず、ドライバーは運転免許の重要性を正しく認識する必要があり、また免許証を容易に取得できるという現状を改める必要もあると主張しています。次のニュースです。政治活動禁止令の全面解除は来年になる見込みです。プライト首相は、政治活動禁止令を9月にも部分的に解除することを示唆していますが、タイ国民開発党幹部のニコン氏はこのほど、政治活動禁止令の全面解除は総選挙の日程が決まってからおそらく来年になるとの見通しを明らかにしました。政党はいずれも政治活動の早期解除を求めています。しかし、プライト政権は、政治活動を自由に行えるようにすると情勢不安につながると懸念しているようで、今のところ全面解除には消極的な姿勢を示しています。タイの政党は、クアタイ党と民主党の2大政党が圧倒的に強く、他の政党は皆小さな政党ですが、タイ国民開発党もその一つとなっています。政治活動禁止令の部分解除で、軍部は首都圏で警備を強化すると見られています。シャラムチェイ陸軍司令官は、プライト政権の後ろ盾である国家平和自治評議会が9月にも政党関連の政治活動禁止令を少なくとも部分的に解除する見通しだと述べるとともに、
海外に伴い24時間体制で軍が首都の警備に当たる必要があるとの見方を示しました。プライス首相は国家平和自治評議員会は今週中にも政治活動禁止令解除について協議する予定だとしています。次のニュースです。スペシャルコーヒーがテイスティングされるイベントが開催されました。北部メーソン県の工業管理局はメーホンソンコーヒーの新しい旅というタイトルでメーホンソン県で栽培された特別なコーヒーのテイスティングイベントを開催しました。このイベントはメーホンソンのコーヒーをより広く知ってもらい流通経路を拡大するために8月24日から25日にかけメーホンソン県中央郡のインペリアルメーホンソンリゾートホテルで開催されました。タイだけではなく外国からもワールド級グレーダーが集まりメーホンソンコーヒーの味を試し評価しました。ワールド級グレーダーはアメリカスペシャリティコーヒー協会が定めた手順にのっとってコーヒーの評価ができると認定されたギリシャのことです。最高得点を獲得したコーヒーはドゥラパー村のドゥラパーコーヒーでした。これに次いでバンナーパーペークのアカシアコーヒー、バンドイバーコードのコーヒー、フェイホーム松竹の影星コーヒーが高い評価を受けました。ドゥラパーコーヒーは2年連続で最高評価を獲得しており、ほとんどが輸出向けとなっています。今回のイベントではメーホンソンのコーヒー41トンがキロ当たり200バーツで購入される契約が締結されました。これは売上820万バーツに相当する契約となっています。次のニュースです。今日のスペシャルレポートはタイの東部経済回廊へ投資する中国人投資家についてお知らせします。タイ政府は東部経済回廊と中国の一帯一路を結びつける経済戦略を策定し、これに中国人投資家が高い興味を示しています。経済担当ソム・キット副首相は8月24日バンコクで開催されたタイ・チャイナ・ビジネスフォーラム2018の席でタイ東部経済回廊と中国の一帯一路との問題に触れました。このフォーラムでは約500人の中国人起業家に対しタイの投資政策に関する情報が提供され、中国との経済関係が説明されました。ソム・キット副首相は中国の一帯一路は ASEAN を戦略上重要な地域と位置づけ、世界の他の地域とつなぐものであると主張しています。タイはこの地域における貿易と投資を促進させるためインフラ整備を重視しています。タイはより多くの地域投資と経済拡大に対応する準備が整っており、中国からの東部経済回廊への投資の可能性が高くなっていると述べました。タイは経済政策タイ 4.0 のもと ASEAN の最も優れた近代的な経済圏として東部経済回廊の発展に重点を置いています。東部経済回廊は特別経済開発と対象産業への投資を目的としたスマートシティ開発が進められているチョンブリー県、ライオン県、チャチェンソン県の3つの県からなっています。政府は東部経済回廊は中国の一帯一路を完成させるものとして、中国人投資家が生産拠点として東部経済回廊を利用し外国へ商品を流通させるものと考えていると見ています。タイは ASEAN の中心にあり、地理的利点を生かし既存インフラの中心として中国とアジア周辺諸国との橋渡しをすることができます。中国人投資家へはタイにもっと投資するよう勧められています。タイ投資委員会事務総長は中国の投資家はタイの外国人投資家の主要なグループの一つであると述べています。タイ投資委員会は中国に3つの海外支社を設立し、中国投資を誘致する牽引役となっています。2016年1月から2018年6月までタイの投資特権を求める中国の投資プロジェクトは560億バーツとなっています。